国の壁を越えて交わされるディスカッション。繰り返し出てくるテーマですよね。ロシアと悪魔の戦い、うんうんうん、まあ、よくアメリカの映画に出てくると思います。うんうん、小学校頃に日本のアニメの一休さん、うん、一休さん、なるほど、仏教的な様子もちょっと入ってますね。ありますね。うん、漫画に神様がやっぱりよく登場するんですよ。うんうんうん、人間に超えられていくような存在として描かれているのがとても印象的で、うん、もう神道的な、ね、伝統の中でいうと、あの神っていうのはまさに人間的に描かれてますよね。そして人間的な失敗をしたりとかね、非常に人間臭いっていうかな、だからそういうふうなこう伝統の上にやっぱり今の、まあ、ドラゴンボールにしてもね、いろんなこう漫画とかアニメが作られてると思うんですよ。そういう舞台設定で始まってるような漫画、実はこちらユダヤ教、キリスト教、イスラム教を複合的に考える研究室、もうなんかああいうのが好きっていうかな、何世代ものですね。混沌としたこの世界の現状を理解していく上で、今日本に欠かせないその鍵、それは宗教なのです。この世界の現実を理解していくためには宗教についての知識っていうものがやっぱり必要だっていうことをですね、だんだんとこう認識してくるわけですよ。古よりの伝統が色濃く残る古都京都、こちら同志社大学で日本の宗教だけにとらわれず世界の宗教を学際的に研究しているのが小原克博教授です。小原教授の大きな研究テーマは宗教の壁を越える。私のまあ研究は、まあ、あの時代的に言うと、まあ、近現代なんですけども、比較的、まあ、あの最近の、まあ、こういろんな問題をですね扱っています。でそれを、まあ、キリスト教を中心にして、まあ、広く、まあ、宗教が、まあ、あの今日の問題解決にどう関わっているのか、場合によっては宗教がどういう問題を起こしているのかということをねやっぱりやってますね。ですから具体的に言うと、あの各地で、まあまあ、特に中東中心に起こっているような、まあ、宗教紛争と言われるようなことの、まあ、背景を、まあ、理解しようとしたり、まあ、そこでは当然キリスト教だけじゃなくてユダヤ教とかイスラムの関係が当然出てくるんですけども、まあ、そういうあの宗教同士がどういうふうなこう歴史的な経緯を持って、またそれをこう問題解決するためにどういうふうなことができるのかということはですね、まあ、関心の一つですね。自分たちの神だけを信仰するユダヤ教、キリスト教、イスラム教は一神教と呼ばれます。実はこの3つの宗教、同じエルサレムを聖地とする元は同じ一つの宗教でした。聖典も同じ旧約聖書を基盤としています。しかし今ではイスラエル・パレスチナ問題から 9.11 同時多発テロなど国際的な対立を考える上で宗教的要素を排除することはできません。小原教授はその宗教観の壁をどのようにしたら越えられるかを日夜研究しています。これまでですね、まあ、宗教研究っていうのはあのそれぞれの宗教ごとに、まあ、こう縦割りでやってきたっていうところがやっぱあるんですね。もちろんこの宗教学という広いパースペクティブもあったんですが、基本的にはですね、キリスト教はキリスト教の専門家、イスラムはイスラムの専門家っていうですね、そういうやっぱり区分けがかなりはっきりとあって、なかなかその横のですね連携っていうのがこう十分じゃなかったんですよ。で3つのこの宗教のうち、例えばユダヤ教とキリスト教がこう関係するとかね、あるいはキリスト教とイスラムがあのパートナーをとしてこう対話するっていうものはあったんですけども、この3つがですね同時にこの組み合わされて研究をですね総合的に進めるっていう例は世界的にもですねほとんどないんです。なぜならばこれはユダヤ教とキリスト教がやってるとですね、あもうそんな場にはもう俺たち行きたくないっていうふうにですねイスラムの人たちが言ったりとか、あるいはあのイスラム教の人たちがキリスト教とやってる場にはねユダヤ教としてはもう関われないっていうですね、これが実は世界の現実なんですよ。アメリカとか、まあ、中東においてもね。でこれはもちろんその歴史的な経緯が ありますので、
まあ、簡単に非難できることではないんですけども、少なくともこれは現実としてですね、非常に難しいんですね。ところが日本はこのユダヤ教にしても、それからキリスト教にしても、イスラムにしても、この圧倒的なマイノリティであるがために、それがですね、かえってこう豊かな、こういわば安心できるですね、対話の場になりうるんですね。いわば地理的に恵まれた、つまりそういう歴史的なしがらみからですね、比較的自由な、この、まあ、あの地政学的なですね、メリットを生かして、やはりそういう3つの一神教同士の間にこうあのよりですね、こう、まあ、総合的な意味のあるですね、やっぱ対話をもたらしていきたいと。で、実際今まで、十分になされてこなかった横の連携ですよね。それぞれの研究者同士が、まあ、共通のテーマに向かってですね、やっぱり共にこう進め、あの研究を進めていくような、うん、そういうことを、まあ、今やってますね。ですから私は主にキリスト教の立場から、ユダヤ教とか、まあ、イスラムの学者に対してですね、いろんなアプローチをして、まあ、本当こういう COE プログラムが始まる前までは、まあ、私もその本で学ぶことがありましたけども、実際にそういう人々を招いて、目の前ともにですね、この膝を交えるような形で対話することで、もう発見したことが非常に多くあります。一つ挙げるとですね、イスラム教徒あるいはイスラムの学者といっても、これかなりやっぱ幅があるなっていうことをですね、これ痛感しました。まあ、よく言われるようなイスラム原理主義っていうようなね、言葉で言われるような、非常にこう、まあ、イスラムの教義に、まあ、なんていうかな、まあ、忠実なと言いますか、まあ、それゆえに他に対しては排他的なね、そういう人々も確かにいるんですよ。で、場合によってはそういう人たちが非常に暴力的になるような場合もね、これやっぱあるんですが、これがイスラムの全てではないんですよね。で同時に、その非常に伝統的な立場を持ちながら、まあ、非常にこの他の宗教とか他の考え方に開かれているような人たちもこれやっぱいますので、うん、そういうこのイスラム世界の、まあ、多様性というかな、これは人々の間における多様性、それと、まあ、この地域による多様性ですね。例えばイスラムとか、まあ、あるいはキリスト教でもいいんですけども、そういうふうに言ってしまうと非常にこうひとまとまりに、ひとくくりにですね、我々はしがちなんですけども、実際にはどの宗教もですね、簡単にはひとまとめにできないぐらいの多様性、もう右から左までですね、いろんな考え方がやっぱあるっていうね、この現実をやっぱり我々は見ないといけないっていうですね、それをやっぱりかなり身をもって経験したっていう気がしますね。日本人にとっての宗教とは何でしょうか。宗教ですか、うん、なんか怪しいものだと思ってます。宗教あんまり生活と接して、あんまり自分の中で接してないかなってイメージはあります。心を正すものかなって。あ、宗教のイメージ、まあ、イメージですか。自分はあんまりそんな信じひんので、はい、あんまり自分には関係ないものやとは思ってます。日本人にとって宗教は遠い存在になっているようです。これはなぜなのでしょうか。戦後日本の公教育の中で育ってきた、何世代ものですね、まあ、こう我々大人はですね、宗教についてはほとんど無知だっていうふうに言っていいと思います。で、無知であるがゆえに、まあ、非常にこう安易にですね、そういう批判したりすることもできるわけなんですけども、なぜそこまでですね、厳格に公教育から宗教を追い出してきたかっていうと、戦前の日本が、まあ、戦争にですね、多くの国民を巻き込んでいくために、教育直後なんかをですね、国民道徳の中心に据えて、そして国家神道というですね、宗教的イデオロギーでもって、まあ、国民のですね、愛国心をこの焚きつけてきたっていうところがありました。ですから、そういうこの戦前の国家と宗教とのこの結びつき、それによって戦争がですね、引き起こされていった、あるいは戦争をですね、支持してきたっていうですね、いわば経緯に対する反省として、戦後はもうやめておこうっていうですね、これ確かに大事な決断だったと思うんですよ。ところがずっと戦後、まあ、60数年経つ中でね、これが持ってたポジティブな意味だけでなくて、そのなんていうかな、ネガティブな効果もやっぱあって、結局それが日本人全体における宗教的な、まあ、無知ということをね、まあ、生み出してきたっていう側面もこれはまあ否定できないと思うんですね。ところが、
まあ、状況はやっぱだんだん変わってきまして、まあ、オウムの事件があったり、それから21世紀になって、その初めにですね、2001年に 9.11 同時多発テロ事件がありました。で、ああいうですね、事件を目の当たりする中で、これはもう全く宗教に対して普段関心を持っていなかったような政治家ですらね、この世界の現実を理解していくためには宗教についての知識っていうものがやっぱり必要だっていうことをですね、だんだんとこう認識してくるわけですよ。で、そういう流れっていうのは特に 9.11 以降私は強く出てきてると思うんですよね。やはりそこで宗教的上層の問題とかですね、やっぱり宗教っていうものが人の心にですね、与える影響、あるいはそれを知識として教えるっていうことの大切さっていうことが、まあ、政府レベルでもですね、これ議論されるようになってきてるんですね。しかし気づかないところで宗教的要素が日本の文化には隠されています。実は宗教的なものへの関心っていうのは、もう知らず知らずのうちにね、みんな持ってるんですよ、うん、それに気づかないだけでね、うん、だからこれは先ほどから言ってるように、もう自分自身のこと、自分の将来とかね、自分の未来がどうなるかっていうことについて関心持たない人はいませんよね。だからまあこれは今のテレビ番組でもね、やっぱり流行ってるものの一つに占いであったりとか、それからスピリチュアリティっていうような感じでね、その霊を見るっていうようなね、これは日本では全然違和感なく受け入れられてるわけですよね。これはもうズバリ宗教ですよ。もうところがこんなね、そのゴールデンタイムにああいうスピリチュアリティとかなんとかなんていうことをね、他の国ではなかなかこれできません。しかし日本はそういう特定宗教の匂いを消した上で、その宗教的なものをもう多くの人がこのいわば、まあこれは消費の対象かもしれませんけどね、やっぱ受け入れてるわけですよね。だからやはりその関心は潜在的にあるわけです。で、まあ、そういうこう、なんていうかな、大衆文化の一部にすでになってるっていう事例はですね、まあ、他にもいっぱいありまして、これは日本人がですね、非常にまあ好むアニメとかね、あるいは SF 映画とか、そういうことの中にも宗教的な要素はですね、もう本当に多様にこの散りばめられているんですね。でそういうものをやっぱり通じて宗教と別に意識してるわけじゃないけれども、そういう世界にですね、触れていってるわけですよ。だから日本の、まあ、アニメ全般にやっぱり共通するようないくつかの要素がありますけども、この世界が終わるというような意味でのこの終末論っていうかな、終末待望、この世界が終わって新しい世界が今始まったっていうですね、そういうところから始まるような物語っていうのはたくさんありますし、それから何て言うかな、善悪の闘争っていうようなね、そういう形で、まあ、描くようなものもこれありますし、うん、こういうものっていうのは宗教っていう非常に直接的なね形を取らなくっても、大衆文化の中にですね、非常に広く根付いてるっていう気はしますね、うん。では小原教授はどのようにして研究テーマである宗教に興味を持ったのでしょうか。私が小学生の頃に学校の帰りに、学校の近くにあったんですけど、小学校の近くに英語を勉強できるような小さい塾みたいなのがあったんですね。無料で教えてくれてて、でその教えてくれてた人が今後から分かったんですけども、アメリカ人の女性宣教師だったんですよ。でアメリカ人の女性を間近で見るっていうこと自体、小学生の頃の私にとってはすごく新鮮な感じがしましたし、日本語もおぼつかないね年代ですけども、でも違う言語を学ぶっていうのはね、すごくやっぱ新鮮な経験でしたので、そこにはやっぱり比較的喜んで行ってたんですけども、うん、その何て言うかな、英語のクラスがこうだんだん進んでいく中でね、時々この聖書をこう開いて、こうやっぱり読むっていうかな、説明してくれるような時がこうあったんですね。だからやっぱりそれが何なんだろう、自分には今理解できないけれども、なんかすごく引きつけられるものがですね、あるっていうことをやっぱり感じたことがありますね。だからそれは宗教の世界の入り口っていうよりかはですね、自分にとっては馴染みの日常生活とは違うですね、いわば別の世界へとこう導いてくれるようなものとしてですね、やっぱりそれはありました。結果的にそういう違う世界への扉をね、開いてくれた、そういう宣教師との出会いっていうのが私を最終的にキリスト教の研究者へと導いていったっていうですね、小さなエピソード
出発点としてありますね。そして今度は教授自身が新しい世界を築こうと動き始めました。これまで仏教系の間でもですね、相互の、なんていうかな、交流というのはさほどこう活発にはされてなかったんですよ。少なくとも学生のレベルでもですね、それ十分ではありませんでした。でそこをですね、やっぱり何とかしたいという思いがありまして、この京都というですね、非常にこの、いわば狭い場所に、それぞれの大学はですね、かなりこうまさに膝を寄せ合うような形で本当にこうまとまってるんですよね。かなり近くにあります。でにもかかわらずお互い知り合わなければですね、すごく面白いことをやっててもですね、もうまさに宝の持ち腐れのようなねことがこれまであったんじゃないかなっていうことが感じてまして、お互いまずこの情報交換をする、そういういわば連合体を作る中で、こう課題を共有することで今までできなかったですね、いろんなことがこれからできるんじゃないかなっていう、期待をしていますね。2005年、キリスト教系の同志社大学と仏教系の大学が協力して京都宗教系大学院連合を設立しました。お互いの宗教観を学び合い相互理解を深めていくことで次世代の指導者や研究者を共同で育てていくという目的がここにはあります。最初はなんていうかな、こういう大きい連合体を運営していく上でね、ギクシャクするような部分もあったんですけども、やはりこう1年以上経ってこう振り返ってみると、非常にこう気心を知れた、もう仲間のようなね感じになってきていますし、それから学生に対して授業アンケートなんかをしてるんですけども、非常に満足度が高いです。つまり自分たちの大学だけ、あれ大学院だけで学ぶんじゃなくって、他のその大学院に行く、つまり例えば宗教を学んでいる人にとってはね、自分のこの所属しているこの宗派の、学問っていうかな、研究だけではなくって、違うものを知ることによってやっぱり目が開けたっていうですね、そういうふうなことを語ってくれる人はやっぱいるんですね。例えば仏教系の大学院、具体的に例えば龍谷大学の、学生さんが同志社に来てキリスト教の専門科目を取って、そのことを通じて初めてですね、自分たちが真宗の伝統の中に、真宗とは何かっていうことをですね、根本的にこの考えるきっかけになったっていうんですね。ですからやはり自分が一体何者なのか、あるいは自分たちが所属している伝統がどういうものなのかっていうことは、やっぱりその外にやっぱり飛び出してみないとですね、その本当の価値っていうのがなかなか見えてこないわけですよ。宗教観を学び合うことは大学内だけにとどまらず、キリスト教、イスラム教、仏教の宗教研究者を集めて地域、歴史に根ざした研究会を開くまでに発展しています。日本の宗教と一神教というものをですね、どうやって関係づけていったらいいのかということをですね、より考えるに至って、この部門研究さんをですね、構想した次第です。異なる宗教観の相互理解への役割とは。私はやっぱり日本宗教というのはですね、その他の世界に対して、発信すべきですね、やっぱ貴重な伝統とか内容を持っているというふうに思っているんですね。ただしじゃあ日本の仏教、伝統仏教はですね、そういうことをきちんと普段からやってるかっていうと、残念ながらなかなかそうではなくてですね、いいものを持ってるんだけれども、非常にこの、それぞれの宗派の中でそのいいものをですね、大事にしすぎて、なかなかそれが外に出てこないっていうやっぱ現実があるんですよね。だから私はやっぱりそういうものの、この壁をなるべく低くして、日本として持ってるような、もし宝があるとするんだったらね、それをお互いこうきちんと理解し合って、そしてそれをさらにこの世界へとこの発信していく中で、その今の世界にある非常にこの大変な困難、これは宗教に関連するいろんな困難があるわけですが、そういった世界のこの困難に対してね、日本宗教の立場から一体どういうふうな提言ができるんだろうかっていうね、そういうことをやっぱり考えていきたいなと思いますね。やっぱりこれはダメだ。他者を理解して自分を顧みるということ、ここに小原教授の大きな理念があります。これ学生時代から私はキリスト教を中心に
勉強してきたんですけどね、まあ、特に若い頃っていうのはやっぱり好奇心もあって、その仏教の、まあ、こう研究会とか、そういう話をですねよく聞きに行ったんですね。でそこで、まあ、その仏教の面白さに、まあ、非常にこう心惹かれたっていう思いが あります。で同時にそういう比較の視点ですよね、自分が勉強しているものと他のものとをこう比較する中で、なんていうかな、自分が勉強しているものをよりこう客観的に距離を置いて見ることがやっぱりできるようになりましたし、だからこの比較の視点を持つっていうことがこの学問をする上でこうどれだけ大事かっていうことをですね、やっぱりこの経験的に知ってるわけですよ。で特に宗教はそういうことに対してのやっぱり洞察を長い歴史をかけてやっぱ積み上げてきてますから、だから自分たちの素晴らしさっていうのをね、やっぱ胃の中の蛙だとこう気づかないんですよ意外と。ですからやっぱり幅広い中で、その他者も知るってことが大事ですよ。他の宗教がどういう、あるいは他の価値観を持つ人たちがどういう論理でもって生活しものを考えているのかっていうことも大事ですけども、合わせて、そういうですね、外部の視点から自分たちがどういうふうにこう見られているのかとかね、あるいはどう理解できるのかっていうことを知るっていうのはですね極めて大事ですね。最大の友好国アメリカ、今後さらに良い関係を築いていくためには宗教の理解なくしてありえないと考えます。今の例えばアメリカのような国を理解しようと思えばね、まあ、この政治的な面を理解するときにもこの宗教からの影響力っていうことを無視してアメリカ政治を、まあ、理解全体像として理解することはこうできないと思うんですよね。それぐらいに宗教の影響を受けている、まあ、一言言うならばアメリカは非常に宗教的な国家だっていうふうに言うことができます。でその、アメリカを日本はですね、いわば戦後最大のパートナーとして今までやってきてるわけなんですよね。だからその最大のパートナーを理解しようと思えば単に経済的な、ね、つながりで損得勘定で計算するだけではなくって、やはり相手の価値観をですねやっぱり知っていく中で、まあ、本当のその対等なですねパートナーとしてやっぱやっていけるっていう面もあると思います。ただ先ほども言いましたように日本人の場合アメリカがですねキリスト教国家だっていうことはまあ、分かってたとしてもね、その中身についてはなかなか理解できないわけですよ。どうしてもこう人ごくりでキリスト教的なものとして今であれば例えばブッシュ大統領からこの感じ取られるような、ね、キリスト教こそがキリスト教なんだ、アメリカのキリスト教なんだっていうふうに理解しがちなんですけども、これはやっぱり間違ってます。だからそれも一つのキリスト教ですけども、アメリカのキリスト教もですね非常にやっぱ幅広いものがあって、保守的なものからですねまあ、リベラルな非常にこう自由主義的なものまでですね幅がありますので、こういった本当はですねバリエーションっていうかな、いろんな価値観がアメリカの中にもこう共存してるんだっていうね、そういうところをやっぱり理解すればアメリカがもっと面白く見えてくるでしょうし、そのなんていうかな、より実像に近いものをね、まあ、見ることが できるんじゃないかなと思いますね。そしてイスラム世界との対話も日本の大切な役目です。まあ、ユダヤ教にしろ、まあ、イスラム研究者にしろね、日本でそれだけこの先進的な研究がされてるっていうのは、まあ、ある種意外なことなんですよ。この研究室では研究の成果を日本語英語のみならずアラビア語で世界に発信し相互理解に努めています。この今はですね、まあ、確かに研究レベルで英語で発信するっていうのは、まあ、ごく当たり前になっていつつありますけども、アラビア語でですね研究成果をしかも日本から発信するっていうのはこれはもうほとんど例がないんですよね。でこれがやはり彼らにとっては非常にまあ、なんて魅力的というか、日本でどういうふうな研究がされているのかっていうことをですねアラビア語で読めるわけですから、その点で特に中東特にアラビア語をですね喋っている世界では私たちのこの一神教学際研究センターの活動っていうのはですね非常に高い評価を得てるっていうふうに言っていいと思いますね。というのは英語ができてインターネットを使っていれば私たちはですねなんか世界の全てをこう理解できたかのような錯覚に陥るんですけど、これはまさに錯覚なんですね。実際には英語でですねカバーできる世界の現実っていうのは非常に限られています。そしてアラビア語圏でしかですねやはりこのなんていうかな理解できないような事柄っていうのはたくさんありますしね、
私たちはやっぱりそういう今世界のですね、いろんな部分にもし亀裂があるとするならば、その一つがやっぱり言語上のやっぱ問題ってあると思うんですよね。英語一辺倒でできる、まあ、日本社会もそういうところありますけども、これはやっぱ間違ってると思います。英語はある意味できて当然なんですが、それだけではカバーできないような価値観とかですね、言語圏っていうものがやっぱり実際存在してますから、そういう人々に対してやっぱり届くようなね、言葉を語っていくためには、やはりアラビア語でも発信していくっていうことはやっぱ意味があるというふうに思いますね。宗教を学ぶ、その魅力とは何なのでしょうか。まあ、世界宗教とか伝統宗教と言われるものは長い歴史を持っててですね、その中でこうずっと積み上げられてきたようなですね、まあ、人類の知恵みたいなものがですね、まあ、いろんな形で凝縮されているわけですよ。ですから宗教を学ぶっていうのは何も伝統回帰とか、なんていうかな、その古いものにですね帰れっていう意味ではなくって、今はまさに私たちが直面している新しい課題に対してきちんと答えていくためにもね、うん、その古い、いわゆる古の伝統と新しい課題とをですね、こうやっぱつなぎ合わせていく、うん、これがやっぱり学問の力だというふうに思いますね。うん、それを2つをバラバラにするんじゃなくって、その古いものを使いながら新しい課題をですね、この解決していくっていうですね、うん、そこに私は、ある種の魅力を感じますね。今日いろんな問題がありますけれども、政治家がですね、全ての問題を解決できれば、それに越したことはないと思うんですね。しかし実際にはその政治レベルでは紛糾して解決できない問題たくさんありますので、そういったところで私たちがこのできる固有の課題が何なのかということをですね、いつも考えています。ですからこれは中東の問題特にそうですけども、やはりこの宗教的なですね、次元抜きにして、問題の根深さをですね、知ることはできませんし、やはりそういう特別なですね、パイプを通じて初めて開かれるようなコミュニケーションもありますから、私たちはできるだけそういうですね、架け橋になっていく、世界のやはりこう対話が困難なですね、相手ともこの対話できるようなですね、そういうやっぱり架け橋になっていきたいなというふうに思っています。